わあ、目玉グミがたくさんあるね。二人ともいいな。私は一粒だけよ。からかわないでよ。笑わないで。一粒でも美味しいんだから。ミラ、落ち込んだのかな。あるジョークで元気にさせるよ。びっくりしないといいけどな。面白いと思うよ。ミラ、見てよ、すごく痛い。僕の目が、え、どうしたの。どうにかして。何してるの。あ、窒息するわ。ミラのせいでジュリーが死にそうだよ。おいしい。え、なんでこんなところに目があるの。気持ち悪い。びっくりした後は美味しい目玉グミを食べるわ。Okay. そうね、私も早く食べたい。あー、美味しい。見て、大きな目でしょ。ハリックスは何を待ってるの。あなたの分まで食べちゃうわよ。いや、僕が自分で食べる。ねえ、ちょっと分けて。私にもちょうだい。二人とも、そんなに頑張らないで。どうせ何もあげないよ。あれ、急に視力が良くなったよ。あー、すごい目ね。なんで私だけトゥイックスが一本だけなの。すごく美味しければいいんだけど。僕はゴミ箱じゃないんだけど。もう女の子みたいに文句言わないで。いいこと思いついた。ノコギリで切ればトゥイックスがもっとたくさんになるわ。アレックス、泣かないでよね。トゥイックス、くらえ。気をつけてね。二人のことは触らないわ。必要なのはトゥイックスよ。できた。おいしい。世界一おいしいトゥイックスよ。今度は私が食べる番ね。でもその前に包装紙をどうにかしないと。これで食べてもいいよ。すごくおいしいわ。でも何か物足りないわね。チョコレートは牛乳と一緒に食べればもっと美味しくなるのよ。なんでまた僕の方に飛んでくるの。牛乳とトゥイックス、すごく美味しそうな組み合わせでしょ。すごく美味しいドリンクになるわ。この時間が永遠に続けばいいのに。二人は何見てるの。アレックスも早く食べて。Okay. ちょうどいいことを思いついたところなんだよ。普通に食べるのはつまらないよね。大きなタワーを作れば楽しいと思うよ。ヌテラがあれば工事ができる。アレックスって大工さんだったのね。そうだよ、僕は天才だからね。世界記録更新できるかな。みんなに知ってもらってほしいんだ。おいしそう。私たちが食べちゃうわね。何してるの。なんで揺れてるの。タワーが倒れちゃうよ。あー、アレックス、ごめん。美味しすぎてつい。
ヘルメットがあったから大丈夫。でも僕のタワーが、ポテトチップスがたくさんある。全部私のよ。いいな、私は小さいポテチが1枚よ。ちゃんと見ることだってできないわ。こうでもしないと見れないの。あ、おいしそう。本当においしければいいんだけどな。早く確かめてみるわ。おいしいけど少ないわ。今度はアレックスね。やった、ちょうどお腹が空いたんだよね。誰がこんな締め方をするの？これじゃ開けられないよ。でもどうすればいいか知ってるよ。これでよし。ポテチの食べ方を見せるから見ててね。よし、おいしい。爆発的な美味しさみたいね。今度は私が食べる番よ。ねえやめてよ。ごめんね、美味しすぎて何もコントロールできないの。ああもうやめてよ。私はヘルメットをかぶってるから大丈夫よ。でもジュリーに仕返ししましょう。この車でお城を崩せばいいのよ。おいしい、だけど重いわ。ブロッコリーだけはやめて。何この種、すごくまずいわ。でもどうすればいいかわかったわ。この種を植えたら何かが育つはずよね。なんで私たちまで嫌な思いをしないといけないの。二人とも落ち着いて。どれぐらい待てばいいのかな。私が待ってる間に二人は食べればいいじゃない。こんなの食べないよ。ああ最悪な味と匂いだ。我慢できないよ。すぐに何か飲まないと。待って、ちょうど水が必要なの。あ、見て揺れてるわ。安全だといいけど。ははは、ブロッコリーだね。ジュリーもブロッコリーを食べないといけなくなったよ。育てなければよかった。どう、おいしい？おいしくないわよ。笑わないで。今度はミラの番よ。こんなにたくさん食べたくないわ。どうにかしないと。みんな見て、ミッキーよ。どこどこ。信じたのね。二人が探してる間にブロッコリーを捨てないと。ちょっと待った、僕たちを騙せるとでも思ったの。ミラのためにブロッコリーをすべて集めたよ。食べたよ。どうぞ。友達だと思ってたのに。友達は友達のことを騙そうとしないよ。召し上がれ。あれ、ここはどこなの。チャレンジへようこそ。一番上手な絵を描いた人がチョコレートフォンデュをもらえるよ。でも条件が一つ。口で絵を描いてもらうよ。制限時間は1分。用意スタート。絶対に私が勝つわ。ジュリーは負けるわよ。
番上手な絵を描くのは私よ。ビンゴー。ミラー、青色のフォンデュなんかありえないじゃない。勝つのは私よ。いいアイデアだってあるの。キャップを外せばいいのよ。そうした方が簡単。すごい。なんでもっと早く思いつかなかったのかな。やってみよう。ああ。どう？できた？友達が大変な目に遭ってるっていうのに恥ずかしくないの？羽を使って仕返しするわ。そうね、待ってなさい。あ、アクション。あ、どうしよう、絵を汚しちゃったじゃない。これで優勝者は決まりね。バラーンだったらジュリーにも負けてもらうわ。アクション。何これ、やめてよ。ミラも待ってなさい。お願い、やめて。時間切れだよ。出来上がった作品を見せて。何それ、絵の具をこぼしたの？顔まで汚れてるよ。スージーの絵もなんでそんなに赤いの？トマトでも食べてたの？それじゃあ優勝は不可能だよ。ミラの絵はまあまあだけど、少なくとも赤くないから、優勝者はミラだよ。やった、私のものになったのね。私たちだって飲みたいわ。絶対手に入れるわ。おいしい。やった。本当に最高よ。え？チョコレートは？おかしいわね。誰が飲んだのかな。二人がやったんでしょ。今回の景品はもっと面白いよ。このワンちゃん見える？景品はこの子じゃなくて、この子のうんちだよ。また口で描かないといけないから頑張ってね。よーい、スタート。うんちを描くのは簡単ね。本物みたいな絵を描くには匂いも必要ね。どうすればいいか知ってるわ。すごく臭いじゃない。何か腐ったの？気分が悪いわ。あら、足を洗ったのはずいぶん前の話なの。足で絵を描くのは難しいけど、肘で描くのはもっと難しいわ。でも大丈夫、マーカーならたくさんあるの。あ、え、すごい、私遅れてる。みんな終わり、見せてね。見てください、ミラの作品はうんちに似てるけど、もっと上手に描けたと思う。スージーすごいよ。すごい。ジュリーの絵は本当にダメだね。負けたかったのかな。それならうんちをゲットするのはジュリーだよ。嘘でしょ、スージーのせいで気分が悪くなっただけなのに。嫌よ、食べないといけないのがルールよ。最悪、チョコだと思って食べるわ。え、本当に食べちゃったの？これ本当にチョコレートよ。みんなも食べる？結構よ。今回の景品は魚です。
美味しくない魚です。でもお絵かきに使うのはソースだよ。楽しそうでしょ。よーいスタート。ソースでお絵かきしたことなんかないわ。うまくいくといいな。すごくたくさんあるわ。やったー。私ゴミ箱じゃないんだけど。私もそろそろ始めるわ。今まで描いた絵の中で一番おいしい絵になるわ。まずはケチャップから。私はチーズソースから始めるわ。黄色だから魚を描くのにはもってこいよ。いい感じじゃない。あれ終わっちゃった。早く代わりの絵の具を見つけないと。そうそうこんな感じ。すごくいい絵じゃない。あーどうしよう。早くしないと。そうね、私には指が5本あるの。5本使って絵を描けばすぐに終わるはずよ。すごくいい匂いね。少し食べてみるわ。おいしい。もっともっと食べたい。ミラ、ソース食べてるの？ポテトだってないのに。ソースが終わったわ。私の絵には落とさないで。あー台無しじゃない。おいしい。あソースが終わっちゃったわ。負けちゃう。終わりだよ。出来上がった作品を見せてね。スージーの絵を奪うしかないわね。ジュリー何それ。魚じゃないよ。ミラの絵は？おすごいね。今のところは一番いい作品だよ。スージーは何もしなかったの？それなら魚をどうぞ。生魚は好き？なんで私なの？あはは、スージーが魚を食べるのよ。生魚なんか食べないわ。調理しちゃえばいいの。何してるの？ごめん、使い方がわからないの。魚に向ければいいのよね。見て、すごく美味しそうな魚でしょ。やっとちゃんとしたご飯が食べれるわ。おいしい。今回の景品はこのかわいい猫ちゃんだよ。みんなには猫のメイクをしてもらって。一番上手にできた人にはこのかわいこちゃんをあげるよ。よーいスタート。私って猫みたいだからすぐに終わるわ。残念だけど違うわよ。優勝するのは私よ。鼻はできた。あとはヒゲだけ。ねえ鏡って使ってもいいよね。鏡がないと上手にメイクできないじゃない。もうすぐできるわ。勝つのは絶対に私よ。あミラ見て、ジェリーがズルしてる。使っちゃいけないのに鏡を使ってるわ。どうにかしないと。メイクを台無しにすればいいのよ。
ねえ、何してるの？メイクが台無しになるじゃない。ああ、子猫ちゃんが欲しかったのに、私が負けちゃうじゃない。いいこと思いついた。スージー、鼻の化粧がちょっとおかしいわよ。私が直してあげようか。よろしく。直すわね。これでよし。猫そっくりよ。ありがとう、ミラ。そろそろ優勝者を決める時間だよ。ジュリー、見てられないよ。スージーのは何？それ猫じゃないよ。景品は海賊じゃないんだから。ミラ？なんてことしてくれたの？ミラの化粧はいい感じだね。猫はミラにあげるよ。やったー、大切にするからね。アクション。はあ、アレルギーみたいね。大丈夫よ、その子は私たちに任せて。アクション。ミラが真っ赤になったわ。お医者さんを呼ばないとね。かわいい。きっと面白くなるはず。早く蓋を開けよう。ビータから始めて。やだ、なんて最悪なの。というよりかトゲトゲだね。私本当にこのサボテンを食べなきゃいけないの？怖いわ、トゲが刺さっちゃう。まあいいわ、なんとかなるはず。痛い。もういいでしょ。まだまだよ、早く食べな。あ、いいこと思いついた。トゲを全部切っちゃえば痛くなくなると思う。ちょうどいいパンチだってあるわ。じゃーん、これで噛むたびに痛い思いをしなくても済むわ。サボテンが美味しいといいんだけど。どう？すごく早く完食したね。そんなことないわ。すごくまずい。伝わったよ。次は僕の番だね。待って、レディーファーストよ。それに私のは美味しそうなアイスクリームなのよ。早く食べなきゃ。ビーター、私のアイスどこに隠したの？早く隠して。いやよ、よく見て、丸い形をしてるでしょ。私のよ。それぐらい簡単に直せるわ。温度を上げればアイスクリームをドロドロの液になる。でもコーンが三角だから、その液は私のものよ。できた。なんて美味しいの。ビータにあげたら絶対に後悔してたわ。美味しすぎるの。アレックスも蓋を開けて。すごい、なんて綺麗なんだ。美味しそうなサンドイッチだよ。早く食べたいな。誰とも分けなくていいのも嬉しいな。これは全部僕のものだ。自分のだけだって？サンドイッチを食べるための作戦を思いついたわ。アレックス、ビータが呼んでるわよ。この包丁で四角いサンドイッチを切れば2つの三角になるわ。ごめんね、アレックス。でもこうするしかなかったの。私もお腹が空いてるのよ。そうきたか。だったらこの三角のサンドイッチに同じ三角の唐辛子を入れちゃおう。反応を見るのが楽しみだ。おいしい。アレックス、残念ね。あれ、逆に良かったわ。アーサム。え、何かおかしいわ。え、どうしてサンドイッチに唐辛子が入ってるの？助けて。火を消すのにぴったりなものがあるよ。早く飲んで。早く貸して。私が飲んだのは何だったの？あー、すごい、いいショーが見れた。さあ次は何が出るかな。ビータはチップス、私は、あ、美味しいものが当たるといいな。ドッグフードって。僕は犬じゃないのに、こんなの食べたくないよ。その必要はないわ、私が先に食べるからね。早くスイカを食べたいな。なんてジューシーなの。真夏日にはぴったりね。
私でもスイカを食べる方法を思いついたわ。この専用スプーンを使うの。ケイシー、スプーンをどうぞ。そっちの方が食べやすいわよ。ありがとう。本当に食べやすいわ。アッサム。残念。これでスイカは私のものよ。丸く切ってあるじゃない。今度からは気をつけてね。やったわね。くらえ。外れよ。いくらでも投げていいわよ。私はスイカを食べちゃおう。あなたのせいでスイカもあと少ししか残ってないじゃない。残りは誰にも渡さないからね。おいしい。完食よ。ビータ、あなたの番ね。チップスはきっとおいしいわ。プリングルスならなおさらね。大好きなのよ。私もよ。だからビータからチップスを奪うの。振るだけで手に入るから楽勝ね。おかしいな。どうして空っぽなの？チップスはどこ？大変だわ。誰の仕業なの？チップスはどんな形でも美味しいでしょ。でも僕はドッグフードを食べなきゃいけない。こっちの方がまずいよ。匂いを嗅いだだけで吐いちゃいそう。食べなくてもいい？ちゃんと食べなさい。見てみてよ。まずそうでしょ。味見だけでもしてみないとか。ああ最悪。まずいよ。ドッグフードは専用の食器で食べるのよ。私が持ってきたことに感謝しなさい。感謝するよ。これでもっと見栄えがひどくなった。スプーンで食べるのは絶対に無理だ。手伝ってあげるわ。動かないでね。必ず入れるわよ。えい。どう？おいしい？これよりもまずいものは食べたことがないよ。これの何が面白いの？本当の面白さはこれから僕が見せてやる。なんてことしたの？私たちにまで犬の匂いが移るじゃない。楽しいね。今回運がいいのは誰かな？見てみましょう。私じゃないみたい。僕は運が良かったよ。お寿司は大好きだ。私もよ。チョコレートが当たった。それにとても美味しいチョコなの。お店ではなかなか見つけられないから貴重よ。みんなも美味しそうによだれが垂れているでしょうけど、私は絶対に分けないわよ。美味しい。もっともっと食べちゃいたいな。食べられてよかった。でもその前に空手の技を見せるわよ。ほら、すごいでしょ。私はいつでも仕返しできるのよ。これからすごい技を見せるわ。チョコレートを口でキャッチするの。それだけじゃないわ。一つぐらいなら誰でもキャッチできるし、全部一気にキャッチするわ。一つもキャッチできなかった。恥ずかしいわ。気にしないで。これで僕もお寿司を食べられるし。まずはお箸を取りな。僕はお箸を使えないんだよ。今から使い方を学習すると一つも食べれなくなる。でもお箸の使い方さえ変えてみたらどうかな。例えばお箸にお寿司を刺してそのまま食べるとか。食べやすいし手も汚れないよ。私とも分けてくれる？嫌だ。それにお寿司なんていらないでしょ。ジューシーなレモンを食べな。どれだけ酸っぱいのか想像できるわ。はあ、嫌だ。まさかレモンがブーメランみたいに戻ってくるとは。どっか消えて。レモンはリータの運命だったみたいだね。なんてバカバカしいルールなの？そうよ。レモンを少しマシにする方法さっき思いついたわ。皮を剥けばいいの。アッサム。あ、ごめんアレックス。でも新しい髪型の方が黄色い T シャツによく似合うわよ。よし、おふざけもここで終わりよ。あ、レモンのせいでおかしくなったわ。ひんやりとしたシャワーが必要。これでだいぶ良くなったわ。面白い顔だね。玉ねぎだけはやめて。臭くなるのなんて嫌よ。なんて大きなピザなの。
最高だわ。僕は一番おいしいシュワシュワの飴だ。まずは私がこの玉ねぎを始末してもいい？最後に残すのだけは嫌だわ。どう？おいしい？もうからかわないでよ。本当につらいのよ。この玉ねぎがどれほどまずいかも知らないで。きっと一口食べただけで吐き出すわよ。私も戻しそう。なんて臭いの？ごめんなさい。あら、ケイシーのピザの上に丸いサラミが乗ってるわ。私のものってことね。こんなに美味しいものが私を待っているって考えると嬉しいわ。丁寧に切れば四角いピザができるね。僕も食べれるってことだ。僕にはシュワシュワのキャンディーもあるから手を汚さないようにしないと。なんてことするの？恥ずかしくないの？私のピザなのよ。四角いから僕のだよ。はあ、ほとんど何も残ってないわ。でも全部食べられなくてよかった。少しは食べられるわ。僕にはシュワシュワのキャンディーが一袋もあるよ。早く食べてみたいな。見た目は美味しそうだよ。ああ、本当にすごいわね。期待しないでね。全部僕一人で食べるから。美味しい。もっともっと欲しいよ。欲張りね。上から飴が降ってきたらどう思う？あはは、これでいいのよ。私たちを怒らせるとこうなるわ。